パイナップルアイス切ります。おやつ作り、何作るんですか。いや言ったっしょ、パイナップルアイスだって何作るんですか。失礼しました。だから一個言って怒んないって言ってもよかった。え、だからもう一回言えばいいね。割り箸で刺しただけのパイナップルアイスにします。パイナップルって意外とめっちゃ滑るよね。滑る、そう、切ってこのつるんって。え、そうなの。うん、甘い甘い。パイン食べますか、キジさん。うん、食べる。うん、食べる。あ、食べるって珍しい。パパ、はい、切り終わりました。ママ見て、これを割り箸で刺すだけです。割り箸が実は2本だけです。何を巻いてどうすんの。巻いて凍らせるだけでしょ。巻いてどうすんのって。沖縄で見たっしょ、うん、サモ処刑みたいな言い方してるけどこんな感じだったよね、ね、沖縄のアイス。ラップでくるんだったの。ラップでくるんだったよね。うん、覚えてる。そしたらこれを固めます。はい、ケチャップは、じゃじゃーん、パンパンめちゃめちゃパンパン、めちゃパン。え、なんで今めちゃパンって言ったの。何それ。いや、面白いかなと。アナウンサーみたいに言わないでこれで、あとは残りは冷やすだけです。はい、けど次ドラゴンフルーツいくよ。ドラゴンフルーツ、あ、マジ、うん、食べたい。じゃじゃん、ドラゴンフルーツです。すげえな、すごいよね。なん、どういう味がするのこれ。あの、あれキウイだよ、キウイ。キウイか、これどうやって切るの。これまず、トゲを切った方がいいの。わかんない、知らんのかい。すげえ、もう、あ、すごい、目見えるよ。あ、すごい、目見えるよ。こんな感じ、これが見た時ある感じだね。そうだね、これはあれ、サクサクサクで OK じゃない。サクサクサクで OK。 そう、サク、あと 4サクぐらい。4作え、その言い方どうしよう、ムカつく。あ、そうそうそう、1作あ、そうすか、そうすか、そうすか。2作、あと2作でどうやんの。あ、そうすか、そうすか。4作ってことは、あと残り2作なんだけど、これ2作ってどうやればいいの、これ。横横だったら、メンタルのスイッチを押して買った。ちょっと一つ食べてみようかな、初めて。美味しい。うん、おいしくない。ちょっと酸味があって。ほんとだ、キウイ。キウイだよね、ドラゴンフルーツだけど、キウイ。じゃあキウイ買えよ、食べよ。クックパッド開こうかな。俺のバターが乗ってるかもしれない。乗せた記憶ないけど。結構あっさりしてない。あっさりしてる？うん。確かにキウイよりあっさりしてたもん。まだキウイ。まだキウイ。どんだけ。いや、硬いかもこのオレンジ。王様？いや、これバレンシアオレンジ。なんだっけ、バレンシアオレンジ？うん。パッサいい顔してる。すっぱ、そんなに。ごちそうさまでした。パイアイスができたんだね。じゃあ開けます。パイナップルですからね。いただきます。できてる。じゃーん、あ、落下
やるいかも。やろうかも。食べてみなって。沖縄風パイアイス完成。ママも沖縄から食えるので乾杯。乾杯。沖縄思い出すね。硬い。硬い。ちょっとずつ硬い。どう？美味しい？うまい。だけど沖縄で食べたやつの方が全然甘い。あ、そうなの？こっちの方が酸味が強い。顔？美味しいね。バイバーイ。バイバーイ。Twitter、Instagram、TikTok もやってるのでぜひぜひ見てください。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。みんなも作ってみてね。わかん。